クルメイトサリフ。エンジン脇でエレキ行きます。おっと即コミサボ。ピカさんあたりが直しそうですね。これはあれ、最悪だわ。でしょうね。シャワーガン浮きです。俺もメインガン浮き。ピカ君だと思ってます。畑坂君に関しては。いや私視点はハイブリさんだな。なんなら私コミサボ直したんですよ。でその時に、はい、確か入ってきたのが、黄緑と白だったんですね。黄緑と白で私直した後ダウンロードいけるかなと思ってコメのダウンロードをやろうとしてて、畑坂さんがちょうど出た瞬間にこの死体なんで、でそばにいたのがハイブリさんだけだから、ハイブリさんだけだったらハイブリさん、うん、あとキッチンにトータスがいたけどトータスの経路だけ確認して、違ったらピカ君。展望キッチン武器庫。死体の予測位置どこ？コミュサボ。コミュ、あ、コミュ廊下です。コミュ廊下です。じゃあ駆動ができない。宿舎前金庫から俺ボタン押しに行ってんだけど、その時ダウンロードのとこに駆動の仕掛けが見えた。富士宮さんエレキのスナッパイが貨物ですね。最終位置だけ貨物？うん、メイン脇でねエレキ行って最後貨物。藤宮くんとエレキで会いました。はい、コミュサボ直前ぐらい。なおかはい、ハイブリさん目線マジで私になります。うん、まっすぐ私に来ます。まっすぐってか、だからさっき言ったようにトータスの懸念だけ。そうね、俺確かに武器庫まで行ってるから。ごめんなさい、私ハイブリさんにもうなんか返す刀で一気に切りかかりましたけど、なんかハイブリさんが私に対して剣技を向けるのが早すぎる気がしてるから、インポスターとか人外陣営なのかなとは思ったもののって感じです。一応ピカ君がコミュサボ直してるのはハイブリは視認しており、畑坂君を置いてハイブリはコックピットまで行けています。 その状態で、ピカ君から最初に畑坂君の情報が出ないことが不自然だったから先にピカ君だと思いますって言いました。レスポンスが早すぎるから反応できないですね、あの速さだったら。でかつもう一個だけ言わせてください。私視点は間違いなく畑坂さんとハイブリさんが入ってきてると視認しており、その段階で私がコミサボでキルした場合ってハイブリさんに疑えることが筆頭なんですよ。間違いなく聞かないけどさ、どっちが先に出てるの、そのコミサボ、畑坂。ハイブリさんが先に出てる。ハイブリさんが先に出て、後から畑坂が出てるから、ワンチャン第三の人物があると思ってる。オッケー、じゃあ、他を洗わなきゃ、結局じゃない？そう。ピカクが来るだった場合はね。シャワーガン置きでーす。僕はメインホールの除染にずっといます。でもメイン分けだったんですけど、スナッパイさんは見てないでーす。最速で、トータスって、ごめん、武器庫のどこまで行けてる？下。プテさんメイン脇じゃなくて、あれごめんなさい、僕アーカイブかも、ごめんなさい。そうだよね。いや俺スナッパイさんとメイン脇でスナッパイさんが左に行ってるのに、すいません。まあピカハイブリで対決しててトータスさんが武器庫で、工藤丸さんどこなの、生きる。まあなんか左と右で切る起こってそうかな。アーカイブがプテタン。おい、伊豆見た人はいないの？そこだよね。いてないんだよね。いないです。あれ、工藤丸さんってどこでしたっけ？エンジン脇でエンジンの上の方のダウンロードやって、うん、でその後ミーティングボタンを押しに行こうと思ったらなったって形ですね。うん、伊豆さんは見てないです。確か。一応畑坂君の方が視認が確実にあるのでそっちを詰めてほしくって、あるとしたら。ピカ君が、コミュニケーションサボを直した後に畑坂君が出てて誰かがエンジンから入ってきて切る、もしくはトータスが実は武器庫から、行けてて切るぐらいやと思ってて、エンジンに行けてる人がいないかどうかの視認、白取れて合ってるとか右で見てるとかがあれば確認したい。あれ高田さんは、うん、だから俺ボタンだよ、その時。 ボタンか。一個気になるのが直って即ボタンじゃなかった時。そうなんだよね、それはある。俺らは金庫側からタスクをやっていてダウンロードしている駆動を見送って階段を上ってそのままボタンって感じ、うんうん、これで何が言いたいかってピカクロスが直した後どこまで行けてるのかなんですよ。コミュサボのダウンロードスタートしたぐらいです。あ、中にいたってこと。うん、いやこれちょっとマジや。直ってでもね2秒ぐらいしか経ってない、うん、俺結構すぐ押したよ多分。割とそんな感じだった。そうだと思う、うん、
ミーティング治ったな、押されないな、あ、押されたぐらいの感じ。じゃあ僕シェリフなんでピカさん切りでどうですか。あ、今ピカさんにまあかなり疑いが向いている状況なので、白になったらハイブリトータスのラインが結構、うん、ラインじゃないよまだハイブリさんはピカさんに出るかっていう、分からない、範囲が広い、例えば、クドーバルさんがインポスターのパターンだったら多分届くと思うから、うん、容疑者候補が多いんですよ、これ実は。あとね、あ、ごめん、ちょっと1個だけ情報出しておくと、まあ、なぜトータスが入るかっていうと、コミサボ直しに行く直前、俺と畑迫くんで AK だけ拾ってるのよ。うん。うんうんうん。あの、絶対にカチャカチャって拾ってからコミサボに行ってる動きをしてるから、もしピカくんがいて、畑迫くんが AK だけじゃしまいに行こうって下に戻ってる可能性はあるから、その場合トータスが届く可能性があるので、トータスまで、話を聞く。まあ、容疑者3人だったらやんないほうがいいんじゃないですか。まあ、そうね。あの、ミスったらさ、8人場面だから怖いですよね、うん、ここは。容疑者、そう。容疑者だからまとめると、ピカ、トータス、ハイブリ、ギリ、工藤丸って感じ。うん。もう、工藤さんって、いけるんだっけ。じゃあ、スキップします。なんか、高田さん視点でいけないみたいな感じだろ。工藤はさ、いけ、エンジン下までは多分下れないと思うよ。ね、うんうんうん。ってどこ脇？こってて僕エンジンでピカさんと脇は見てます。エンジンメインエレキです。うん、エレキです。あのスナッパイ藤宮見てます。こっちがニーズさんの死にないんで残りは右だと思います。いや高田さんも全然伊豆さんは切れるかな。ああ。まあ確かにピカさんが白になったらでもそれってほぼハイブリさん釣りで。侵害は落ちるくないかって思っちゃうけど、ハイブリさんが強靭でトータスさんをかばって、まああんまかばってる感はないけど、これだと俺のシェリフ CO がただただ無駄になって多分俺が切られるだけだから、うん、下なら切った方がよかったなとは思ったが、まあええか。ちょっといいですか、うん、はい、ちょっとな結構話させてほしいんですけど、貨物分けっていないんでしたっけ。いないですね。いないんですよね。ってなると藤宮がエンジン方面からメインに来てるわけじゃないですか、うん、で僕とすれ違ってないじゃん、はい、僕スナパイさんとメインなのね。だから僕は除染室に結構長いこといるんだけど、シャワールームにプテさんがいるから僕は右の方に行けず、うん、で伊豆さんのキルが洗えるかなと思ってて、うんうん、藤宮がシェリフなのだとしたら、伊豆さんが右で湧いてたらもうプテさんしか僕目線ないプラス、スナパイさんが診察とかでキルはあるかなと。そうなんだよね、それがあるから。あと高田さんが宿舎脇の伊豆さんをミーティングできるとか。そうそうそう、だからまたは伊豆さんが貨物脇じゃなくて、うん、その宿舎とかね、そっち側だったら、うんうん、結構そっちも詰めれるかなと思ったんだけど。そうそうそう、そうだね、スナパイさんも入っちゃうね。ちょっとむずいのはそれだと俺藤宮キルと思う。まあそうそう、確かにエレキの8タスク行くときにすれ違ってるんで、うん、ただ伊豆さんがね貨物で湧いてるの見られていたら藤宮に絶対詰められちゃう位置だから、だったら藤宮切るかなとは思っちゃうけど、うん、まあまあそれはそれで、うん、だから確かにナパイさんよりはプテさんの方が切るしやすい、うん、まあ、僕はアーカイブ湧き忘れてたけど、うん、まあアーカイブ湧きで、シャワーでシャワーのタオルタスクを完了するところまで行ってます。伊豆さん切るの容疑者が高田プテスナパイです。ナパイさんは3人の中だったら白より、白そう、うん、はいはいはい、うん、まあ、宿舎で湧いて金庫に行って切られてるケースの時ぐらいか、高田健司。うん、そうですね、それぐらい、うん、まあ、その場合って工藤君もそっちも行けそうだね。うーん、あ、金庫全然行ける距離っすよ僕。ああ、ごめんなさい、キッチン脇って誰なんだっけ。トータスピカクロスハイブリ、トータスピカクロスハイブリか、うん、いや、私違う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 、エンジン脇、確かエンジン脇か、うん、エンジン脇でワイヤーとしてに行ってたよ、ね、もそうなると、うん、結局ハイブリピカでと、うん、対立してるかな思っちゃうけどな。うん、そこ両クルーっていう、いや、ハイブリトータスとかはありそうだなと思った。そうそう、それは全然あるから。いや、そうないと思うよ。ハイブリさんってあの武器庫しまいに行くかもしれないから、トータスさんのできる可能性があるって可能性を出した人物だから。そうね。ピカ君がもしクルーであの過剰反応してるんやったら、あるのはトータスか他のエンジンだからそっちやるべきじゃないって俺ピカ君に諭してるつもり。うん。ハイブリ作戦はどっちもあるっていう主張なんじゃないかな。ただその前二人で考えるなら6、4ぐらいでピカ君だと思ってるけどねぐらい。でも6、4終わりには開幕でピカさんに乗りに行った印象があったって、うん、それはさっき理由を言った通り、うん、すぐに畑迫くんの反応が出なかった、ね、話が出なかったから、はいはい、なるほど、確かに。だからやっぱピカさんギリが丸い気がしちゃうな。まあでも黙って切るのは
よくないんでね。ピカクドーマルとアーカイブ巻き。メイヤ。メイヤさんはまあ、一応俺がエレキに下ったタイミングで左抜けるっていうのは可能だが。理論姿勢はかなり白目。赤緑キーキー。工藤丸さん。あ、ピカスさんはね、あの除染から左に行きましたね。メインの左に行ってるはず。ピカ君が死ぬならほぼ俺視点到達だけど。そうなんや。俺、今、一人でコミュニケーション直した。そうだよ。高田さんが左へ行くのをメインですれ違って、女性から出てきたとき、すれ違ったっていうか、高田さんがそのまま左へ行って、で、僕下降りて、エレキで工藤さんチラッと見かけて、でももうコミサボになったんで、コミサボ直しに行ったら、エンジン左コミサボ全部閉まってたんで、そのまま開けてコミュニケーション直したって感じです。そこには誰も行けなかったで、俺ができないのは、あ、ボタンか、これ。俺ができないのはプテ君から、うん、このターンのキルは無理だね。ハイブリさんは、はい、僕から待ってます。コミュニケーションの右の扉って開いてるか分かります？右の扉は閉まってたんで僕が開けました。出すな。え、ちなみに高田さんどこ行ったんですか？俺一番最終位置はエンジンです。ンンでメインホールを通過してるんだけど、うん、エンジンのどこっすか？エンジンの上、あの宿舎の舗装、ピカさんは多分ねコミュサボまでは行けないぐらいの時間軸な気がしてます。あ、行けるかな。いや、わかんねえな。そうすると俺のヒットは高田さんになる。工藤ってさ、どこにいんの今？はい、エレクトロニカルであのガチャガチャガチャってのをずっとさまよってました。うん、多分2人ぐらいすれ違った。あ、工藤丸さんはコミュサボ治ったぐらいでエレキで見てます。あ、そうなん。はい、ずっといました。ピカさんはね、本当に治るね、5秒ぐらい前にね、メインの女性のところから左に行ってるんですよ。あのね、実施点工藤が到達の択だと思ってて。え？どっちだろう。いや、メインホールで会ったのがそこの2人しかいないから、うん、で、メイヤの情報をシンとした場合、まあ、メイヤが嘘ついてる場合もどうしようもないんだけど、メイヤの情報をシンとする場合ってもう、この3択。うわ。まあ、トータスさんでハイブリさんまで釣り切るか。で、それから攻めた方が高田さんだと思う。まあ、釣るならトータスさんかなと思って。待って、高田さんやって、高田さんしかないって。じゃあ、トータスさん、ローラーで高田さんは飲めます。あ、言ってくれるんやったら全然、もう構わないです。はい、トータス視点って工藤と一緒にいたメインホールでだって。いや、エレクトリカルで見てます、工藤さん。じゃあ、僕、コミサボ行きます。なんで、高田さんまでローラーしてください。高田さんが上に来る理由ないんですよね。プテさんってボタン押した？押した。あ、押してない。今待機してた。じゃあ左側。うん、トータさんもうあんま黒い感じはないけど、ハイブリさんがまあ結構初手の議論がまあ白く感じちゃってるからな。うん、まあでもハイブリさんまで正直釣り切れば初手の容疑者全員釣れるかなって思っちゃうんだけどな。うん、まあ能力は使わんでいいやろ。手さん入力してないの、ちょっとなんか違和感あるな。でも今のは入力してたのか。うわあ、ダメか。これ多分プテ、多分これ高田さんだと思いますね。高プテか。いや、手端を今回切ってない。まあ、今回はあれだけど。いや、高田さんだと思う、切ったのは。ハイブリさん、まあ、右を直してる。そうですね、トータスさん。まあ、なんだっけ、富士宮警戒でスキップしますね。僕、マットなんで大丈夫です。あ、プテマットか。左直さなかった。いや、白っぽいと思っちゃったな、プテさん。プテマットか。けど、富士宮がシリフだから。とりあえず、まあ、高田さん入れますが。うまいこと。あ、じゃあ陣外はスキップで。高田工藤丸で。そうだね、スナパイさんはこのボタンを押す必要ないと思うから。うん、おー、藤宮頑張って。高田さん切り頑張れ。工藤さん、藤宮には会っちゃダメだよ。
僕は基本キルレンダーして動くので、まあ他のクルーはミーティングで逃げているがベストだと。まあいやミーティング来ちゃうよ多分。頑張ってね高田さんと。でもはしごでチェイス、あまあでも二郎行ったら危ない。頼むぞ藤宮マジで。じゃあ早巻きだよ工藤さん。最速でメインとかどこでもいいからあのボタン押してね。最速で連打や連打連打だよ。扉閉めちゃダメよ扉。閉めないんすね。オッケーですオッケーです。絶対閉めないです。頑張れよ。停電停電は、あ停電はまあ入れてもいいと思うけど。はい砂場さん停電は強い。はいはいはい。かくれんぼ頑張りましょう。うわーこれ怖えな。こっちかくれんぼ頑張りましょう。それしかこっちで怖い。確かに頑張れよ。絶芸始まっとるよ。絶芸始まった。頼むよ藤宮。藤宮やってくれ。怖えー。あれアドミンって見てもキルクールって大丈夫だよな。クルーはうんうん、ああ右にいるね。ああ上がってね。俺がむしろあ俺は勝ったんじゃないか。危なっ。ナイス。はいはいはい中田さん入れまーす。はいクドーマルさん逃げてた。逃げてたクドーマルさん。神ゲー来たマジかよ。ナイス。いやナイスファイトです。いやスナパイさん危なかった。ナイスこれは。いや神立てなくてよかったフジミヤさんを。いや申し訳ない。これはすいません。キッチンに決まれた。キッチンに決まりました。弁当入ればいいんだよ弁当。それ弁当頭なかったな今。申し訳ないなこれ。ナイス。別ゲーだったな。さすがすぎる。面白くない。うわ今のはめちゃおもろいな。もう気が気じゃなかったよ。俺ブー白だと信じてけどマットかよ。終わりた瞬間高田騎士に見つかってたから俺。いやそうでもスナッパイ階段で降りたからうわキルクールかなとか思いながら他探そうかなとかって思ってたらこんなことになっちゃってた。ナイス。いやいい試合でしたね。いい試合だったね。いやいやいや。ちょっとトイレに行ってきます。はい。はい。所定のハッターサコキルはどんな感じに？僕がコミサボ出て、ピカさんを置いてコミサボから出て、コミュニケーション室かから出て、出た瞬間、工藤丸さんが右から走ってきてヒルです。直近だよね、多分めっちゃ。はい。うん、あの、まず直近ですね。多分そうだよね。それを剣士と繋いでたのか、最初に。うん。そう。よくどこで切ったんだと。俺、本当にね、嘘ついてなくて、本当にダウンロードのところで工藤を見た状態でボタン押しに行ってて、うん、ミーティングでイズを切ったんだけど、切ってボタン押したんだけど。うん、A 切るやん。なんか、はたさこ、ここでどうやって切ったんだろうと。工藤本当に直前に見てたから。直前切るするのか。あれでも本当に直近だよね。切ると同時にボタンぐらいした。多分そうだよね。じゃないともう絶対間に合ってないと思う。本当なんか出た瞬間に死んでますね。私はあの畑さん出てったところを見てたんで。うんうんうん、そうっすよね。加算してはきつかったと思う。だいぶ。めちゃくちゃきつかったですね。めちゃくちゃ。いやだ容疑者一がキルされてくれたのが。うん、そうね、でももうどうしようかなと思って切っちゃったな。あ、でもあれのおかげでロラが始まったんで、よかったと思いますけどね。どうしようかなってちょっと悩んだけど。なんか俺がね、暗室から出てくるのピカに見られたかなと思って。あー。見えてなかった？見えてないと思います、ね。あー、よかった。なんかその辺でなんか変な剣技かかるぐらいだったらもう切っちゃおうと思って切っちゃった。うん。暗室でクール溜めててポッて出たピカが、なんか女性のとこふらって覗いてるのがちょっと見えた。なるほど。いや今日はシェリフが活躍するな。いや活躍するね。大活躍やマジで。うわ行きたくないわ。確かに確かに。この流れでのシェリフちょっと重めの、うん、重めのシェリフ。このパターンの負け初めてじゃねえ。なんだかんだ、うん、あですね。そうなんだ。多分初めてだよね。そうなんだ。初だよ工藤。
結構あの嬉しく、全然嬉しくないですけど。いや嬉しくない初だな。2022年初物やん。初物よこれ、初物。それしかないもん。高田さんと勝てると思ったんだけど。いやいい試合だったからね前半。よし勝った勝ったと思ったら。誰も藤宮が藤宮が6人盤面でセリフ使用してない段階で切って勝ちはあったら。ああ確かに。このパターンマジで初めて。いやもう初めて。うん。うん、大体不死身なんだよな、その時。とか分かんなかったから切っちゃってんのかなと思ってた、ずっと。てか全然分かんなかった、マジで。全く分かんなかった、全く見た。プテカーと思って。最後でも、昇降機左直さないっていうことできたから、ちょっとよかった。ああ、よかったよかった。あ、そうだね。直してあれでハイブリキルで出たから。